前回は三軸トゥールビヨンを作りました。今回はさらに回転軸を加えた四軸トゥールビヨンを作ってみたいと思います。三次元的な回転をさせる回転軸というのは、理論上は無限に増やすことができます。ですが、三軸から四軸にただ回転軸を付け加えるだけでは面白くないので、今回は軸同士の角度関係を変えて設計してみようかなと思います。慣例的に軸を増やしたものと軸角度を変えて増やしたものを比較してみました。どちらも似たような動きになっていますが、歯車をつけてみると違いが分かりやすいです。軸角度を変えた方はなんというか斜めな感じが強くなっています。多軸トゥールビヨンの本来の趣旨とは外れますが、四軸目自体がそもそも不要なものなので、趣味の制作としては作ってみる価値はあるでしょう。作品データができました。速度減速比は内側に進むたびに 2.05 にしました。切りが悪い数字にしたのは、歯車の噛み合わせが次第に変わっていくようにしたかったからです。こうすることで見た目が組み立て時の噛み合いに影響しにくくなるかなと思いました。すべての歯車の歯数は20と41で、内側は小さく外側は大きな歯になっています。では印刷します。今回の部品点数は37でした。
思った通りに動きませんでした。組み立ての誤差が大きくて歯車がきつくなっていたみたいです。応急処置として歯車をオフセットしてクリアランスを持たせます。また有性歯車機構も追加し、前倍の力を 2.5 倍にします。やっと完成しました。材料が柔らかいのでちょっとブレたりするようですが、動いています。歯車の重なり方が変わっていくのは見ていて面白いですね。タイムラプスで見てみます。以上で今回の動画を終わります。ありがとうございました。